今日はどこに行きます？そうですね、何か美味しいものを食べに行きたいです。僕も日本のお菓子とか食べてみたい。それならさ、下町にもんじゃ焼きでも食べに行ってみるか。アイリスも行く。いつもの店だよね。あそこ美味しいよね。ほら、うちも一緒に行こうかな。エリカハンとおったらツッコミの練習になりそうやし。私は日本の文化が知りたい。道というものに興味があるのでな。では華道はどうです？私が和の心、道をお教えいたしますわ。それは素晴らしいです。すみれさん、私もよろしくお願いします。あの、私もいいですか？本格的な華道ってしたことがなかったんです。じゃあ、私はここで寝させてもらうよ。今日も朝帰りだったもんでね。ロベリアは私と一緒に浅草寺に行くのよ。精神を鍛えた方がいいわ。ロベリアさん大変ですね。いい気味です。織姫も行った方がいい。僕も付き合うから。それじゃ決まりましたね。大神さんはどうします？誰と一緒に行きますか？大神さんと一緒ですね。下町ってどんなところなんでしょう。ワクワクします。もんじゃ焼きもあるし、飴細工とかもあるから結構楽しめるぜ。僕なんだかお腹空いてきたや。じゃあお昼になったら出発だ。帝劇の玄関前に集合だからな。はーい、わかりました。Thank you.
Thank you.
この役はちょっと作れませんよ。
Thank you.
Thank you.